壁組総長の下で修行した渚組組員白金町はその度量を認められ若くして風組幹部の証である総書バッジを与えられる。だが渚組に戻ったマジを待ち受けていたのは同じ風組傘下の周遊会との抗争であった。マジは周遊会を解散に追い込むが、渚組首長の平川地は狙撃され、敵を撃ったマジも仙台刑務所で3年の懲役を受ける。マジが出所した後も周遊会の島を狙うダルマ組との抗争が続き、渚組を思うマジはついに組と袂を分かち小組を旗揚げする。その後も激しい抗争が続きが、マジは渚の島を守るために戦い続けるのだった。なんやと？ヤッサンが殺された？駅の裏の駐車場で死体で発見されたそうだ。若杉の野郎がやったのか？コンドスで死んでいったもんたちの裏、荒らさしてもらう。やれるもんならやってみろ。